はい、企業家応援チャンネル税理士の諸田屋です。今回はこちらの初任給から住民税が引かれない理由ということで、ちょうどね、初任給をいただくような時期になってきてると思うんですけども、そこからなぜ住民税が引かれないのかっていうところとか、そうですね、いろんな控除があるんですけれども、それらの控除の内容をですね、説明していきますんで、今回見ていただくことで給与明細の見方ですね、それが分かるようになりますので、最後まで見ていただけたらと思います。はい、では早速ですね、今回の動画内容なんですけども、まず初任給から住民税が引かれない理由ですね。で、給料から引かれるもの4つと。で、給料明細書のサンプル見ていただいて、で、4月とね、5月分の給料についてちょっとここら辺解説していきまして、で、住民税後払いのイメージでまとめっていう形でいきたいと思います。はい、それでは初任給から住民税が引かれない理由ですね、これなぜなのかっていうことなんですけども、こちらですね、まあ、住民税はね、後払いになるからっていうことなんですね。で、これがね、どういったことかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。はい、それではね、説明するにあたってですね、給料から引かれるもの4つあるんですけども、それをね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずね、社会保険料ですね。これよくね、名前は聞くと思うんですけども、厚生年金と健康保険を合わせて社会保険料って言ってるんですね。はい、でこちらの場合なんですけども、4月に入社した場合については、翌月の給料から引いていくという形になってくるんで、4月入社の場合は基本的には4月の給料が引かれないと、で5月以降から引かれていくっていうような形になってきます。はい、で次に雇用保険料ですね。雇用保険料で、これは一般の事業でしたら給料の総額ですね、総額に対して1000分の3がかかってくるというようなものになるんですけども、そうですね、これ、まあ、失業した時の保険であったりとか、教育訓練給付金とか、そういったところですね、ハローワークで受けるような時に必要になってくるものになってきます。で、所得税ですね。毎月見込み額を引いていくっていう形になるんですけども、所得税っていうのは4月から12月の給料の収入額とかですね、所得控除って言って、まあ、生命保険料控除とか社会保険料控除とかいろいろあるんですけれども、それらを決まらないとその1年の所得税って確定しないんですよね。なので毎月の所得税については見込み額、例えば給料が20万とか21万でしたら、それに合った所得税っていうのがあるんですね。一覧表がありますんで、それを見て、まあ、これぐらいだろうっていう見込み額を引いていくと。で、月々引いた見込み額がまあ溜まっていくわけなんですけども、それを年末調整っていう時に収入額も確定して、で、そのさっき言った生命保険料控除とか社会保険料控除とかの金額も確定させて精算していくという流れになっていきますので、ここではまあ月々見込み額を引いていくという流れですね。で、住民税ですね。住民税、先ほどちょっと言ってましたけども、2020年4月の入社については2021年6月からですね、これ給料から天引きしていくというような形で、2020年4月入社して、4月から12月ですね、それが2020年分という形になるんですけども、2020年分を2021年の6月から1年かけて給料から引いていくというような流れになってます。はい、それでは次に、給料明細書のサンプルですね、これを見ていきたいんですけども、今回ね、これ5月の給与明細にしています。と言いますのが、4月にしてしまうとちょっと日割りになってしまうかなっていうのがあって、例えば4月15締めの給料とかでしたら、4月1日に入社しても15日分しかないんですよね。なのでちょっと日割りになってくるんで、逆にちょっと分かりにくいかなと思ったんで、もう丸々1ヶ月の給料がある5月という形でやってます。で、こちらですね、ちょっと項目説明していきますと、まあ、手当とかね、もうちょっと分けずに給料っていう形でしてるんですけども、まあ、給料が21万円と。で、まあ、通勤費が1万円っていう形で、総支給額が22万円ですね。で、ここからまあいろいろ引かれて、最終18万の手取り、18万3000円ほどの手取りになってるんですけども、ここから引かれてるものですよね。それが、この健康保険料を、厚生年金保険料ですね、これが社会保険料っていう形で、これもね、4月入社で5月から引かれるって先ほど話しましたけども、4月分の給料からは引かれないんですけども、5月の給料からこういったものが引かれてくると
というような形ですね。で、雇用保険料ですね。雇用保険料、これ先ほど1000分の3言ってましたけども、本給と通勤費に対してここに1000分の3かかってるんですね。で、所得税ですね。所得税の方もこちらはまあ課税対象額っていうのが177,963円あるんですけども、これに対して源泉の表で見るとこういった形になるということなんですけども、これはですね、この本給ですね、でこの通勤費っていうのは非課税になるんで、今回のところでいくと所得税に対してはかかってこないんですけども、でここから健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を引いたのがこちらになってきまして、この金額に対して所得税を計算するというような流れですね。で、住民税を引かれてないと、これは遅れてきますんでっていうところになります。はい。で、この4月と5月の給料についてですね、もうちょっと見ていきたいと思うんですけども、こちらですね、2020年4月の入社の場合っていうのは4月分の給料を日割り計算、締め日によって日割り計算していくんですよというところですね。で、社会保険料については4月分の社会保険料を5月の給料から引いていくんで、4月の給料からは引かれないですけども、5月から引かれていくというような流れですね。で、所得税ね、こちらは2020年12月に年末調整により精算していくんですよと。なので月々の給料は見込み額を引いていくと。で、年末で精算して還付金がね出るように設計されてるんで、還付の人が多いんですね。会社からこう精算してお金をもらうパターンが多いんですけども、たまにね不足があったりもしましてね、その人の控除とかによって変わってくるんですけどね、そういったのが必要になってくると。で、年末調整でその人の年間の収入金額とかを確定させて、それを会社が市町村に提出するんですね。市役所とかに提出していくと。そうすることで市役所がその人の収入額とかを把握できるわけなんですね。給与支払い報告書っていうんですけども、それを提出していくと。で、それを受けて市役所が2021年の6月分から2022年の5月分ですねの住民税額を計算して、それを会社へ送るんですね。で、会社が2021年6月分から2020年5月分の給料から住民税を差し引いて、会社が納めていくというような流れになってくるんで、まあ、給料をもらう側からするとですね、この2020年の収入っていうのが遅れて引かれてくるというような流れになってきます。はい。で、こちらですね、図で表すとこういったイメージですね。2020年4月に入社して、で、まあ、こう12月まで働きますよね。で、ここでまあ金額が確定するんで、その分に対する住民税を2021年6月から2020年の5月で引いていくというような流れになってきます。はい。ではまとめの方ですね、見ていきたいと思います。はい。給料から差し引かれるものは4つあるんですよということですね。まず社会保険料、これが年金と健康保険ですね。年金と健康保険で、次に雇用保険料ですね、まあ、これ失業保険と昔ね言ってたりしたんですけども、雇用保険料ですね。で、所得税っていうのが、これ国の税金になるんですね。所得税、これ見込み額で引いていきます。で、住民税、市区町村へ払っていく税金という形ですね。その4つがあるんですよと。まあ、会社によってね、もちろん他に財形引いたりとか、なんとか会費とかあったりするんで、これが全部じゃないんですけども、まあ、基本的にこの4つっていうのはどの会社にも関係してくる内容になってくるんで、取り上げてるということになってきます。多分ね、他にもね、控除引かれてると思います、給与明細から。なのでこれだけじゃないんでね、そこは注意してください。はい。で、住民税はこれ後払いになるんで、特にね、こう退職の時など注意なんですよね。遅れてきますんで、その遅れた時に収入があればいいんですけどね、なかった場合とかでしたら、これを分かってないと負担が大きくなっちゃいますよね。収入がない時にこの住民税がパッてくると大変なんで、そこは理解しておく必要がありますよねっていうところになってきます。はい。それでは今回の起業家応援チャンネル以上となります。今回の内容が少しでも役に立ったと思っていただきましたら、チャンネル登録といいねの方をお願いします。ありがとうございました。